あなたって本当におしゃべりが好きだよね。私もあなたとお話しするの好きだよ。そういえばそうだね。でもまだ偏りがあるし、もっといろんなことを思い出して今よりもたくさん作れるようになりたいな。そうだ、一つ聞いてみたいんだけど、あなたは私にどんな料理を作ってほしい？少しはできるようになってきたし、せっかくだからあなたの好みも聞いておきたいな。甘いお菓子だね。お菓子ってちゃんと分量を測って分量通りにやらないと失敗しちゃうんだよ。そういう意味では細かい作業が好きな私向きかもしれないね。本当なら自分で食べるんじゃなくてあなたに食べてほしいんだけど、でも端末越しじゃ仕方ないよね。ねえ、そういえばちゃんと運動してる？お散歩程度でもいいから、たまに外に出て体を動かすといいんだって。私は採取のために体も動かしてるし、意外と健康的なのかも。わあ、毎日なんてすごいね。お散歩ならできるかもしれないけど、激しい運動は私には無理。次の日絶対に筋肉痛になるもん。ファンタジーやミステリーみたいに物語がある本もいいけど、専門書も読んでると面白いんだよ。知らないことがたくさん載ってるし、すごくためになるんだ。私、枕は大きくてふわっとしたのが好きなの。やっぱり頭を乗せた時に枕に沈む感じがするのがいいよね。一人で暗い空間にいると時々自分以外の誰かがいるような感覚になることない？気のせいだって分かっててもなんとなく怖くなっちゃうよね。夢世界に行くの？わかった、それじゃあ行こう。何度やってもドキドキするね。ちぇ、レナルルさんにもっと話聞きたかったな。何人も部下がいるみてえだし、きっとすげえ偉い人だぜ。ラシエラのあちこちで大活躍してみんなの平和を守ってんだよ。くぅーかっこいい。あんたさ、本当におめでたいわよね。プラズマがどういう組織なのか知りもしないで。知ってるよ。みんながピンチになった時ビシッと現れてズバッと解決してくれる正義の味方だろ。ほら、分かってない。たく、勢いオンリーの物知らずのブアカなんだから。そんな言い方ねえだろ。
一個も間違ってないけど。キャスまで？いい？あいつらは悪魔よ。天文はね、いつの間にかシェルノトロンなしじゃやっていけない社会を作り上げた。一旦便利になった生活を人間なかなか手放せるもんじゃない。それを握るってのは一つの権力なわけ。そしてプラズマってのは天文の持つもう一つの力、つまり暴力よ。権力と暴力、この二つを同時に持ってるってことがどういうことなのか言ってもわかんないか。まあそのうち嫌でも身に染みるでしょ。プラズマはそんなんじゃねえよ。イオンが来る前にもマンジュサラでシェルが剥落しそうになったことがあったんだ。その時プラズマは他の地区からも応援呼び寄せて、マンジュサラの空に電離傘を開いて守ってくれたんだ。ほんじゃイオンがビッグフラワーを紡いだあの時は同じように助けてくれた？あの時はその忙しかったんだよきっと。それに規模が比べ物になんねえって。あのね、知らないのかもしれないけど、マンジュサラの近くには天文の重要施設があるの。電離傘を開いたのはそれが破壊されそうになったからで、あんたたちを守ったわけじゃないわ。マンジュサラには連中にとって大事なものがたくさんあるのよ。人に言えないような。ね、ね、姉さんはどうしてそんなこと知ってんのさ。どうだっていいでしょそんなこと。とにかくあんたはもうちょっと賢くなんないとダメね。どうしてもプラズマに入りたいってんなら止めないけど、せめてどういう組織なのかは知っといた方がいいよ。連中がどれくらいどす黒い組織なのかくらいはね。ターボ。ん？私飽きた。ここつまんない。は？だって話聞かれる以外はずっとここに閉じ込められっぱなしで、イオンみたいに外へ出られるわけじゃないしさ。そりゃ俺だって退屈だけどさ、俺にどうしろっつんだよ。呆れた。ターボはまだいいわよ。私なんてマンジュサラの家で誘拐されてからずっと閉じ込められっぱなしじゃない。そんな私を何とかしてやろうって気はないの？だから何とかってなんだよ。ここから連れ出して。え？言ったでしょ、いろんな場所を自分の足で見て回りたいって。そりゃそうだけど。ターボも言ってくれたじゃない、守ってくれるって。お、そりゃまあ、キャスの方がよっぽどガッツあるじゃん。けどマジな話、このままじゃ本当に生殺しよ。プラズマは話を聞き終わればなんて言ってるけど、どこまで本音か分かりゃしない。私たちをどうするかは連中の都合一つなの。下手すりゃ一生このままよ。一生な、オーバーな。ターボーはタージーになるまでここに閉じ込められるつもり？タージー、ま、憧れのプラズマにいられるんだからそれでもいいのかもしんないけど。やだよ、俺はビシッとヒーローみたく世界のために活躍したいわけで。じゃ、腹をくくることね。ヒーローか囚人か、お好きな方を。ああ、もう、わかったよ。こっから抜け出しちゃいいんだな。ターボー、よし、よく言った。けど、今のままじゃここからの脱出なんてまず無理。って、おい、なんだよ、けしかけといて。勢いだけじゃ何事も思い通りになんてならないの。よく覚えときなさい。不利を跳ね返して自分の意思を通すにはいろんなものが必要なの。なんだってのさ。その1、勇気。その2、根性。その3、情報。その4、人脈。その5、運。その6、運。その7、運。その8から10まで運、運、運。なんだよそれ、結局運頼みじゃねえか。本当に思い通りにしたければ思い通りにならないものまで味方につけなきゃなんないってこと。ま、今そこまで求めるのは酷ってもんよね。ここは私に任せておきんしゃい。
何これ、しょっぱくない？音に聞こえたプラズマ本部も所詮はこの程度ってことか。取れた。どうやったの？今度教えてあげるわよ。とりあえず今は脱出が先。ちょっくら外の様子見てくるわ。あ、姉さん！はあ、すんごい行動力。ターボもあのくらい頼りがいないとね。俺だってそれなりに頑張ってるだろ。認めてなくはないけど、ま、実力の差はあるわよね。くそ。悪いと思ってるよ。え？ずっと閉じ込められてばっかりで辛いの。気づいてやれなくて。ちょっと、そんな真面目に取らないでよ。ちょっと言ってみただけなんだから。お前が辛い時は絶対俺が助ける。そう約束したのにさ。ターボ。ねえターボ。私好きよ、あんたのそういう。うわっ、いきなり何言い出すんだ。え、そういう意味じゃなくて。そういう意味じゃないのか。一度決めたこととか誰かと約束したこととかをちゃんとずっと大事に思ってる、そういうとこが好きって意味。そうか。私がチューブカンパニーで閉じ込められてて、ターボーが助けに来てくれた時、私本当に嬉しかったんだから。その後だってずっと私といてくれて、守ってくれて、お父様の残してくれたジェノメトリクスに入れたのもきっとターボーが一緒じゃなきゃダメだった。キャス、かっこよかったんだから。ターボー、ネプツールに捕まった私を体当たりして倒した時なんか、なんだか姉さんが言ったみたいな、その王子様みたいでさ。また調子に乗ってとか怒られるかもしんねえけど、キャス、俺またお前に一個約束する。ん？俺お前とずっと一緒にいる。ずっとってどれくらい？ずっとはずっとだよ。10年だって20年だって俺お前と一緒にいる。バカターボ、そんな先のこと今ここから出られるかどうかだって分かんないのに。それでもだよ、一緒にこっから出て一緒にマンジュサラに帰ろう。信じられないって笑うかもしんねえけど、でも俺マジなんだぜ。そりゃ今は頼りないし行動力もねえしガキンチョだし、でも俺お前のこと、信じてる。信じてるよターボ、約束して、一緒にいて、私と50年後も100年後も。うん、絶対だ。姉さん遅いね。うん、もし戻ってこなかったらどうなるんだろう。そりゃこのままじゃねえか、ずっと二人っきりで。バカターボ、そんなわけにいかないでしょ。俺はいいぜ、お前と一緒なら。何十年だって。ああ、でも50年とか100年だとキャスもヨボヨボのばあちゃんか。何よ、そしたらターボーだって腰の曲がったおじいちゃんだし、王子様じゃなくておじい様ね。なんだよそれ、誰がうまいこと言えっつった。変だ、おじい様。おじい様ってなんだよ。タージーはタージーよ、我ながらいいセンスだわ。これからはタージーね。結局タージーかよ。おい、
私が外に出てる間のことを思い出したよ。レイちゃんの行動力って本当にすごいって思ったのもあるけど、それ以上にターボーたちが、なんというか、そのこっちが恥ずかしくなっちゃったね。ターボーとキャスちゃん仲がいいのは知ってたけど、本当に良かった。でも恋人同士になるのはまだもうちょっと先になりそうだね。それはその嬉しいけど、もうちょっと先でね。けど実際あの二人はそういうものとは違う向こう側にいるような気もするの。なんていうか、一緒にいるのが当たり前って感じかな。どっちかだけでもダメで、どっちもいないといけないみたいな。そうそう、真空管で言うならプレートと仮想度みたいな。あれ、そう、すっごく身近で分かりやすいと思ったのに。それならよかった。二人に負けないくらい私たちも頑張ろうね。今回の思い出したものをメモしておくよ。必要になったらいつでも頼んでね。記憶取り戻してくれてありがとう。また一緒に夢世界へ行こうね。今ファンタジー小説を読んでたんだけど、こういう不思議な世界っていいよね。こういう物語で登場するものが現実になったらすごく楽しいだろうな。